三代目、桂米之助は、上方話家。大阪府大阪市出身。本名は、ヤ倉越夫、出林は、おそづけ。結び菓子は、はツラベを治む一門の縄文である。大阪市東成区、今里の生まれ。映画監修であった父の影響を受け少年時代より、映画や、落語のポスターや、資料収集に凝り、これらを送ったことが縁で、作家、 正岡博カの地具を得、正岡文化の中川清とも知り合う。なお、正岡に送った映画ポスターやビラのコレクションは、質量とも素晴らしいもので、感激した正岡は、榎本健一と、古川六波に寄贈したが、三人で、ヤグラ少年の実家の職業を詮索し、六波の多分印刷屋のせがれだろう。の一言で、印刷屋の息子と思われていた。戦時中に、 大阪市交通局に入局。自然天皇寺社庫で、長谷川田持と出会う。文江に、落語の世界に進めたのも、米之助である。1947年7月、かねてから懇意にしていた四代目桂米団をサムに、入門、死の全名、米之助の名をもらう。それを知った、中川もほどなく米団をサムに、弟子入りし、長谷川も四代目、桂文江に入門する。 しかし米の女自身は、母親の反対にあい、落語家を本職とすることは叶わず、大阪市交通局には定年まで勤め上げていた。とはいえ、落語会との付き合いその後も続き、オリアルごとに講座に上がるだけでなく、1972年8月からは、自宅のある東大阪市菱谷地区の集会所にて、岩田寄せを主催し、各市長の推薦で参加した三代目かつらべ過去。 小福亭松は、桂春若、桂米助、桂米太郎だったことから、花の45年組と呼ばれたら若手の育成に当たった。プログラムに毎回執筆したコラムでは、番宮郎という筆名を使った。岩田寄せは、第一回からちょうど20年が経過した1992年8月を、もって終了した。1998年11月、和派情報にて、 古希記念独演会を開催。その4ヶ月後に亡くなった。落語に対する知識は白式で、桂米長が、わしはわからんさかい、えつちゃんに聞けということもあった。また、著書もある。プロの話し家にならなかった点について、六代目、昭福亭昇格は1977年の香川、都市長との対談で、自分を知っとる。話が下手です。空聞いたら、 お客さん怒りますわ。商売にならなかったんです。とコメントしている。CD ロム、古今東西、花しか新四六には、NHK で演じた、花江かだが収録されている。とだ、2014年、p 4 6 a ートだ、2013年、ピアニッシモ、143から144とだ、2013年、P145、田中厚子、桂米之さんの国を、 お祝いする独演会、月刊お好み書き1998年12月号、小坂2015年 P66、大阪の落語と話し方だ2004年 P51 なお、昇格はこのコメントの前に米之助の落語に関する活動自体は影に回って色々いろいろやってくれていると評価している。ありがとうございます。